所以在这里有没有人不会有点可能もまさに巻き込まれていくということもありますが、ここの岡江さん、女中天神大王将と申しますけれどもね、この方この辺は静岡に入りますと遠州、それからこのあっちのもう一つありますね、駿河、それから伊豆の国になります。これが今の静岡というのを形成してましたね。そんな中でね、肥沃な稼いで土地ですから、今がもうこれでも取れないと思います。信長も欲しいと思いました。一番しつこく狙ってきたのが長浜になりますから、新潟島になっちゃうと、Yeah.